さてテニーでは新型コロナウイルスに感染した際の体験談を募集しています。今回息子が感染したという女性が答えてくれました。息子は軽症と診断されましたが、隔離期間が終わった今も軽症という言葉からは想像できない症状に苦しんでいるといいます。友達も多く、キャンプが大好きな明るい息子。しかし、今母が目にしているのは、新型コロナの後遺症により徐々にやつれていく姿です。19歳男子がここまで苦しむのかと思うくらい見ていて辛くなりました。はい。そう話すのは、下越地方に住むシングルマザーの女性です。19歳の息子は先月、新型コロナに感染。ワクチンは2回接種済みでした。40度近くの熱が出たんですが、頭痛、あともう吐き気ではなく嘔吐、とにかくよく吐いてました。高熱と激しい吐き気に苦しむ息子。病院を受診したところ、軽症と診断されました。軽症って何ですか？軽症ってくくってますけど、軽症ってどこまで軽症ですか？オミクロン株に置き換わった第6波。県内では感染者の多くが軽症または無症状とされています。国は無症状を除き、重症度を4つの分類に分けています。軽症は呼吸器症状がないか、咳があっても肺炎の症状が見られない場合。中等症は肺炎の症状がある場合で、その重さで2つに分けられています。また、人工呼吸器などが必要な場合は重症とされます。つまり、重症度の基準は呼吸器症状を中心に定められているのです。一方、県は入院の受け入れを判断する基準について、重症度にかかわらず常に酸素を投与する必要があるか、基礎疾患があり常に医療機器を使用する必要があるかなどを医学的に評価しているということです。肺炎ではないので入院はできません。で、自宅で療養してくださいということなので、連れて帰ってきて自分の部屋で寝させました。はい。経口飲料ですかね、飲ませようとは思っていたんですけれども、自分でそのペットボトルが持てないくらい弱っていました。激しい吐き気に襲われた息子。食べられるのは1日にお粥一口だけ。女性は精神的に追い詰められていったといいます。もう嫌だっていう風な感じで泣き叫んでしまったんですね。はい。そしたら息子が、俺がいなくなっちゃえばいいんだよねって言い始めたので、じゃあ死のうかっていうところまで行きました。はい。苦しかったです。今考えても苦しかったですし。隔離期間を終え、ようやく普通の生活に戻れると思った矢先、新たな苦しみが始まりました。息子が後遺症障害と診断されたのです。10日間隔離期間が終わった後にお味噌汁を飲ませたら、異常なほどのその匂いが、強いと。それが1日中続くと。だから食べられない、また嘔吐が始まったんです。後遺症外来を開設している上越市の新潟労災病院です。入江誠司院長は新型コロナの後遺症について次のように話します。大部分のものは
発症して1月2月ぐらいの間に軽くなるんですけども、そこの時点で残っている症状っていうのはなかなか改善が難しいっていう後遺症が多くて。後遺症にはさまざまな原因があるため、呼吸器や消化器などの状態を総合的に診断する必要があるといいます。それから多彩な症状を患者さんを訴えられますので、丁寧に患者さんの訴えを聞いて差し上げる必要があるので、お一人一人に費やす時間もどうしても多くなっちゃうんですね。下越地方に住む女性です。女性も後遺症に苦しむ息子を連れ、新潟労災病院の後遺症外来を受診しました。息子は常に吐き気を訴えるため、受診の前日に上越市に移動し、ホテルに宿泊したといいます。交通費や診察費などでかかった費用は8万円。大きな負担がのしかかります。簡単に後遺障害っていうけども、これはもう本当に障害、本当に障害なんだなっていうふうに感じます。新潟県も広い地域ですので、やっぱり各町に核となるような総合診療医が開設した後遺症外来というのがあるのが望ましい姿だとは思いますね。日本全国のいろんな後遺症を見ている先生方が協力して、どういった病状にはどんな治療法がいいんだろうということを少し臨床研究として広めていって、患者さんに還元して差し上げるのがやっぱりあるべき姿だというふうには考えています。第6波の今も後遺症に苦しんでいる人たちがいます。後遺症を治療する体制、本人や家族をサポートする体制も整える必要がありそうです。